はい、では今日は、この4車種ですね、この4車種を使って、グラスホッパー2、グラスホッパー、それから強襲のフェザーレイジ、それから DT3、ネオマイティフロック、この4種類を使って、最小回、なんて言った、最小の、まあ、単純に小回りがちゃんと効くかどうかですね。まあ、基本的にはグラスホッパーの、 右と左の差の部分の検証になるかと思うんですけど、ちょっといろいろと計測していこうと思います。3ですね、測ります。110に当たるので120ってところかな。この右ですね、右が全然、なんかちょっとずれてるのか、右の切れ角がちょっとかなりおかしいね。調整必要ですね。だいぶ110、どれもこれも切れ角自体はグラスホッパー2ですね、110より切るは100ぐらいかな。右も100ぐらいですね。ダブルウィッシュボーンに変えて、ダブルウィッシュボーンに変えたことで切れ角もアップしたんで、その分の差は出てるような気がします。はい、じゃあここまで4車種いろいろと比べてみましたけど、左から、切れ小回りが一番よく効いたのはグラスホッパー2、それから DT03、ネオマイティフロッグ、で、強襲のファースト、フェザーレイジ、で、最後にグラスホッパーですね。この順番ぐらいな感じになりました。小回り、切れ角いうのも、設定でだいぶ幾分でもどうにもなるとは思うんですけど、僕の車種の中ではこういう順番で、小回りが効いたような結果になりました。何分いろいろと、いろんな動画を撮っていこうと思うんですけど、こんな感じで検証してみたり、改造してみたりしていこうと思います。結果グラスホッパー2はやっぱり、改造したおかげもあってだいぶ小回りが効くようになってました。また今後もこういった動画を上げていこうと思いますのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、またどこかの動画でお会いできたらなと思います。ではさようなら。